はい、皆さんお疲れ様です。はい、始める時には天気が悪かったんですけれども、味方しているのか暑くて困っているのかちょっと微妙ではありますけれども、いい天気になりましたので、またさらに私たちの心を一つにして玉城知事の先住民族獲得撤回、これの思いを日本中に世界中に届けたいと思います。それではせっかくですので、もう一度プレイコールをやりたいと思います。玉城知事、私たちは日本人です。先住民族韓国の撤回をお願いします。玉城知事、私たちは先住民族ではありません。一日でも早く先住民族韓国の撤回をお願いします。このプレシコールは決して自分が先住民族だと思う人の思いを否定するものではありません。私たちが日本人だと当たり前のことを訴えなければ、知らない間に先住民族になりたいという人の方の声が優勢になってしまうんです。このような時代になっておりますので、ぜひまたどんどん声を上げていきたいと思います。今度カメラの方を向かって喋ります。県庁前を通行中の皆様、買い物の途中の皆様、そして YouTube をご覧の皆様、本日は私たち沖縄県民、そして日本国民全員にとって非常に重大なことをお伝えをしたくて、この場を借りて活動をしております。今私たちの仲間が手に取っている紙がありますけれども、極めて当たり前のことが書いております。私たち、うちの範疇は日本人です。そして私たち、うちの範疇は先住民族ではありません。なぜこのような当たり前のことを私たち県民が声を上げなければならなくなったのか、それは沖縄県知事玉城デニーが国連から先住民族だという勧告、これが6回も出されているのに、いまだに否定をしないんです。玉城知事、うちの町は日本人ですか先住民族ですか、県議会で問われました。ほとんどの人は日本人ですという当たり前の答えが返ってくるかと思いましたら、なんと沖縄県では議会においても沖縄の人々が先住民族であるか日本人であるかということについては広く議論されていないことであるから、意見を述べる立場にはありませんと、意味のわからない答えを答弁をしたんです。これ1回ではないんです。5回10回同じ答弁を繰り返しております。玉城知事、なぜ沖縄の人が先住民族だと言われて黙っているんですか。あなたはうちなんちゅうの代表ですか。なぜ日本人だと一言言えない。それが卑怯なことに、ある県議が玉城知事、あなたは日本人ですか先住民族ですかと答え聞かれたら、私は日本人でありうちの範疇ですと答えたんですよ。これ何ですか。自分は日本人だけど他の県民は先住民族のままでいいんですか。こんな答弁がありますか。このような知事を放っておいたら、私たちいつの間に先住民族になるのか中国人になるのか分かりませんよ。議論もしてないことをなぜ否定をしない。このような知事を放置してたら、沖縄は知らず知らずのうちに、平和なうちにいつの間にチベットかウイグルのようになってしまいます。このような知事、決して許してはならない。我々うちの安置は日本人です。買い物中の皆様、そして観光中の県外の皆様も、当たり前、沖縄の人々は日本人だと思っていると思います。しかし一歩海外を出れば、特にジュネーブの方に行けば、沖縄の人たちは日本人ではなく、ウイグルやチベットのように自らの権利も守られない、日本政府に言っても弾圧をされ続けているかわいそうな
マイノリティの人々が住み、米軍基地を押し付けられ、人権をないがしろにされている先住民族たちが住む島々だというように認識をされているんです。これに加担をしている人たちがこの沖縄の中に隠れていくらかいらっしゃるんです。私たちはそのようにゴキブリのように地下に隠れて悪さをしている人を光のもとに引きずり出して追及をしなければならない。それをやらなければ沖縄の人たちは地味毛量として沖縄を先住民族にして中国の一部にやろうとしている人たちの術の中にはまってしまうんです。だから私たちは当たり前であるうちの範疇は日本人である、うちの範疇は先住民族でない、これを沖縄中、日本中、世界中に言い続ければならないような非常に危険な時代になっているんです。この県庁でトップにいる方が沖縄の人たちは日本人だと断言をしないんです。おかしくないですか？おかしくないですか？これはあまりにも突拍子もない大変なことで、一見理解をしにくいかもしれませんが、これは沖縄は今このおかしなことで崖っぷちに立たされているんです。この崖っぷちから立ち上がって沖縄を取り戻すためには、当たり前であるけれども、うちの範疇は日本人だ、うちの範疇は先住民族だと言い続けなければならないような事態になっているんです。これは私たちここにいる人たちだけでやって解決できる問題じゃないんです。道を歩いている皆様、そして今女学生の皆様を歩いてみますけれども、皆様が大人になっても堂々と日本人として誇りを持って生きることができるような日本にするためには、先住民族勧告を否定をしない玉城知事を一日でも早く知事の座から引きずり下ろさなければならないんです。これは県民が立ち上がらなければならないんです。基地反対をしている皆様の中にも自らが日本人だと思っている方々も多いと思います。これは保守革新、親米反米の問題じゃないんです。沖縄の人が日本人だ、これは保守革新を問わず当たり前のことなんです。沖縄が祖国復帰運動をした時には保守も革新もありませんでした。我々は日本人だから日本に戻りたい、このような思いで右も左もなく復帰運動をやったんです。なぜ基地があるから先住民族になるという人たちが出てくるんですか？日本人か先住民かは基地のあるないに関わるものですか？そんなものは我々が日本人として生き続けるかどうかということに関しては、基地の有無はさまつなことです。重箱の隅のようなことです。どうでもいいんです。辺野古の新基地、こんなものはどうでもいいんです。もっと大きな問題が今沖縄で繰り広げられているんです。沖縄の人たちが日本人として生きられるかどうか、基地問題、こんなものは小さなものです。議論するに足りない。玉城知事に一日でも早く国連の沖縄の人たちを先住民族だという勧告を撤回をしてもらう。撤回をしなかったら知事から降りろ。そのようなことを訴えなければなりません。どうか自分のこととしてこれを耳にした方はネットで調べれば何が起きているか今わかる時代です。沖縄の人たちが日本人であるにもかかわらず、不思議なことに国連から6回も先住民族として認めろと日本政府に勧告が出ている。このようなことは誰かが仕掛けないと起きません。犯人は誰だ？上村秀明か、島袋淳か、松島康勝か。なぜ県民の総意も取らず勝手に国連に行くんだ？おかしいじゃないか。何をやってるんだ？県民の前に来てコンセンサスを取ってから行きなさい。おかしいじゃないですか。あなた方は投票によって選ばれた県民の代表でもないのに、県民の代表のような顔をしてジュネーブに行く。県民に謝れ。なぜ私たちがこんな面倒くさい運動をしなきゃならないんだ。おかしいじゃないか。先住民族勧告はなぜ出されたのか、これをしっかり調べて県民に知らせる責任は県知事にあります。これをしっかりやらない限り、玉城知事は一日でも早く引きずり下ろさなければなりません。県知事の座でいたかったら先住民族勧告を一日でも早く撤回をしてください。そして日本が中国や他国の侵略を受けないように抑止力をしっかり強くして、永遠に日本が沖縄が日本
でいられるような行政をしっかり日本政府と協力をしてやってください。そして万が一沖縄が戦場になるんだったら、最後の最後まで沖縄に残って県民を助けてください。それが県知事の当たり前にやらないといけない仕事です。これをやる覚悟がないんだったら、さっさと知事の座から降りなさい。以上で私のスピーチを終わります。ご清聴ありがとうございました。